あーことわざねあの流れに竿を刺すっていう言葉があありますよねあれっていうのは例えば何か話がねずっと盛り上がってきてみんなで一定の方向に進んでる時に「いやちょっと待ってよそれはこういうことじゃないの」っていうふうに逆説を差し込むことによって話の流れを止めちゃうこれを「お前流れに竿を刺すようなことすんなよ」みたいなこと言いますよねつまりはあの反論するなとかねアンチテーゼを刺すなみたいなこと だと思うんですよまさに流れに竿を刺して船の動きを止めるみたいなイメージがあるんですけどもこれ全然逆でですね流れに竿を刺すってのはあのまさにねいかだ下りで遊んでる時に竿を刺してさらにね漕いでさらに加速させている状態のことを指すんですよ。だから流れに竿を刺すってのは なんかみんなで話が盛り上がってるところにもっと盛り上げようぜっていうふうな動きをすることを流れに差をすすってことなななんんで、で実はポジティブな言葉なんですよね。多くの人が逆に思ってると思いますけどもそもそもことわざって流れに差を刺すって教わった時にねそんなにね多くの方が思っているようなことを教わってないはずなんですよ。 私は覚えてるんですよ。流れに竿を刺すってのはもっと物事が良くなるようにさらなる一手を加えるって意味だってことは私小学校の時聞いて覚えてるんですけどもなぜかねこの慣用句を世の中で使う時に全く逆で使って全く逆に勘違いしてることが多くってもうこれはね多くの人が勘違いしてるんだったらそっちの方で使った方がいいかなと思ってるところなんですよね。うん。